斎藤か。井上。何があった？ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすか。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ、100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、そりゃちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。くれて、いや、何、3人松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤王派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の負、俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤王やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の町で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤王志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強の門にすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのは構わねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は
新選組の府や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。いくら沖田さんとはいえ、あんな勝手が許さらんのか。まあまあ落ち着いて、佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったら、どうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか、副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば、新選組の正気を疑われる。無論、止めるしかあるまい。止めるってどうやって。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします。簡単だ。あいつは掃除とは違って、源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて、憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。知恵館以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ、斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。こんなことになるのか。だらしねえな。斉藤君、源さんの死体発見現場へ急いでくれ。場所は伏見、屋敷町南の桟橋だ。隊長、この辺の家の金目の門はあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。おめえら、この辺の家も全部燃やしちまえ。待て。なんだ、斉藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えしまうんだ。灰にするより
いただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、ミブロが今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済むってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだったな。なら一ついいことを教えといてくれ。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃあな、勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいんだ。行くぞ、サイト。坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。
助けてくれ！サイダー！